ちは、ウッディハウスのしみです。はい、今回のテーマはこの春の購入品です。しみさんの購入品ちゃんとするの初めてちゃいます？おお、そうやな。なんか結構いろいろ買ったと聞いております。少ないながらに買いました。はい。じゃあ早速、購入品紹介いきましょう。はい、じゃあ何からいこうかな。じゃあやっぱこのこれかな。はい。あの見覚えある方もいるかもしれないんですけど、きなさんのポンポンバッグ3つ目買いました。はい。1個目と2個目はあの斜め掛けができるショルダータイプなんやけど、巾着の形のバッグが私昔から好きで、で、きなさんにこのカバンが出たってなって絶対欲しいってなって、で、あのきなさんのバッグ結構人気なんで、あのオーダーしたら絶対作ってもらえるとは限らなくて抽選なんですけど、3回とも全部抽選に当たり、すごい。で、この3つ目も、もう3つ目やからもしかしたらちょっと今回あかんかもと思っとったんやけど、3つ目もいけ、4月の下旬にやっと届きまして、この1、2個目はあの紐のところにポンポンがついとって、あのこう持つと肩にポンポンが乗る感じなんですけど、これはあのほらポンポンが下に垂れ下がって僕と揺れたり、このほらこれかわいい。これがすごいかわいいし、あのこう手に持てるタイプなんで、あのショルダーとまた雰囲気が変わってめちゃめちゃいいです。で、マチもしっかりついとるし、あの中身が程よいというか、大きすぎず小さすぎず、ほんまに買い物とかちょっとしたお出かけとか行く分には全然問題ないぐらいちょうどいい広さ、あとなんかポケットとかもついとったりとかして使い勝手もいいし、これめっちゃ気に入ってます。マシンガントークですね。かわいいやつ。これここあのこう揺らしてた時がめっちゃ可愛かった。ここ可愛い、ね、動きが可愛い、これがもう可愛すぎて、はい、気に入りのカバンです。はい、はい、お持ち手の部分が太めなのも良くないですか？うん、そう、安定感ってな、これバランス、このフォルムっていうんですか、そう可愛いで、お気に入り、うん。一番に紹介したかったってことね。そうそう、こんな感じでポンポンいたいん。あ、そうですね、映ってますよ、ちゃんとポンポン。2個目は、キャンメイクのクリーミータッチライナーです。これは私アイメイク、なんかマスカラとかアイライナーとかはずっと黒やったんやけど、黒も飽きてきて、でもカラーもなんかちょっと気分じゃなくなってきて、ブラウンのマスカラをするところに落ち着いたんですよ。なんかちょうどよくて、はい、今はそんな感じ。今そんな感じ、はい、黒ほどはっきりせんけど、なんかカラーマスカラとかよりもちゃんとこう 目力もちゃんと出るしと思って、なんか茶色に落ち着いて、で、あの茶色のブラウンのマスカラをするとなるとブラウンのアイライナーが欲しなるやん。はい。でもなんか私下まつげがすごい少なくて、はい、数本しか生えてなくて、え、そんなことあります？いや、ほんまに下まつげが少ないから、はい、下もこの下のところにアイラインを引きたいんやけど、茶色のアイラインを引くと薄くなるから、はい、このなんかベージュみたいな色がちょうどよくて、なんかさりげなく なんていうか囲ってくれるというかっていうのがお気に入りです。しかもここがなめっちゃ柔らかくて、繰り出したらもう繰り下げれんのや。わかります。そんなもんなんや。繰り出したら繰り下げれんのやけど、あのすごい柔らかくてめっちゃ描きやすい。見えております。入った、入ってます。そう、こんな色なんですけど、でもあの目の下に描くともうちょっと薄くなって、なんか自然な仕上がりになるところがあのお気に入りです、うん、プチプラやし、めっちゃ750円とかなんか1000円しなくてめっちゃ描きやすいし、ちょうどいい色。なんかまあパキッとしすぎたくない人におすすめってことですか？うんうん、そう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 。なんか目を囲うってなると年も年やからちょっと恥ずかしいし。いやいや。なんかでもありますね、メイクにも流行りとかあるから。うん、そう。確かに。なんかさりげなく使いたい。そしてなんかさりげなく目力も出したいっていう時になんかめっちゃいい、描きやすいし。っていうので愛用しております。初めてなんかしみさんのメイク事情を聞けた気がする。そう、あんまりなんか美容に興味がないんですけど、
これは興味ないんですか？興味ない。へえ。でもなんか興味、あんま興味ないけど、なんか年に数回となんかめっちゃメイクに興味がある時期がバーって出てきて、はい、その時にそれがなんか2月ぐらいになっちゃったんや、はい、だからその時になんかめっちゃアイシャドウとかアイライナーとかいろいろ買ったんやけど、その中でもこれが一番良かった、買って良かったと思った一本です。別に限定色とかではないんですか？限定色かもしれん。あら、でも10番限定色やった気がする。これもしかしたら持ってないかも。あったらラッキー。うん、なんか黒いマスカラの時とかでもいいかもしれん。飾り気なく目力出したい方とかいらっしゃったらおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。続きましてはこのカチューシャ、新ゾーンのサイトとかでなんかカチューシャを去年かなぐらいから見て、なんかカチューシャ可愛いなと思ってこのベロア素材のカチューシャを探してたんですけど、カフェでやってるポップアップに行った時になんかお洋服のたまたま見つけて、通販とかでも買おうかなと思ったんやけど、やっぱりベロアの感じとかがあんまり通販やと素材感とかがわからんかったりするから、ちょっと届いて違ったら怖いし、実際見て買いたいなと思ってたんですけど、たまたまポップアップで見つけて、なんか太さもちょうどよくて細すぎず太すぎず、うん、確かにと思って買ったんですけど、その後にパーマかけたんで、そのパーマヘアと結構カチューシャが割としっくりきてたまにつけてました、はい、ましたつけてた。はい、チンゾンっぽいちょっとボーイッシュなコーディネートとかにあえてなんか女性らしく女の子らしくカチューシャをかかってするのが可愛いかなと思って愛用したい、してます。してます。カチューシャって本当につけてみないとわからないですよね。なんか自分の頭の形、顔の形との相性もあるから、太さ、デザイン、生地、そう大事ですよね、うん、あとこのフィット感ね、そうなんか頭の形にな合わんかったりとかしたら浮いたりするし、これはもう本当にぴったりあったんで出会えたって感じなんやけど、なかなかあんまり使ってない。だから使いたい、うんうん、まだちゃんとパーマが残ってる間に、おこれから頑張って使います。はい。これがもう水色インドのフォトティーです。かわいい。これはもう入ってくるってなんか事前に分かった時から、はい、もう一目惚れして入ってきたら絶対買うって思ってた T シャツで、もう入ってきたらやっぱり可愛くて、今年はフォトティーが気になってて買えて嬉しい。これまでの動画でも、うん、今年はフォトティーが気になってるってずっとおっしゃってますもんね。ちゃんと有言実行して買いました。やっぱシンプルやけど、このフォトっていうのが良くて、なんかプリントとかやったらカジュアルになりがちやけど、写真っていうだけで綺麗めに使えるし、めっちゃ愛用してます。長袖の下にやけど今は、夏になってもどんどん着ていきたい。夏がメインでどんどん着たいから早く暖かくなってほしい。私も持ってる。はい、そのこの写真も気に入ってるっていう1枚です。はい、はい、愛用したいと思います。はい、はい、そして最後は、はい、これはちょっとほんの一部なんですけど、はい、今年は抹茶のスイーツをいっぱい食べたなって思って。おお、この春ですか？そう、4月とか5月とかになってくると、はい、抹茶のスイーツいっぱい出るやん。新茶やからですかね。なんかお菓子も出るし、スイーツも出るし、限定みたいな、うん、でもこれはちょっと限定品じゃないかもしれないけど、ちょっとほんの一部を持ってきたんやけど、抹茶味が好きなのよ。ありがとうございます。美味しい。スーパーとか行ったらほら抹茶コーナーとかできるやん、この4月とかになってくると、うん、もうじーっと見てどれかも。でも高くないです？抹茶意外と、うん、そう。どうしてるんですか？だから一気には買えんから、今日はこれとか、うんうん、とかして買う。高いけど、でもなんかこの時期しかやっぱ食べれんし、まあ、あることはあるけど、なんかこんなにいっぱい出ることってこの時期だけやん。確かに。だからもう今を逃すとあれやから、もう今年はもうスーパーのお菓子もいっぱい買ったし、コンビニの抹茶の限定のスイーツとかも。ローソンも食べました、シュークリーム。食べた。めっちゃ美味しいやんな。クッキー。そう、ね、そのクッキーシューも美味しいし、上にコーティングされてるチョコも抹茶じゃないですか。そうで、なおかつ抹茶の粉かかってません？中も抹茶のクリームやし。そう、昨日も食べたよ。昨日も食べました。でもなんか今ダイエット中やから。まさかダイエット中やったから、でもなんか抹茶で取るっ
ってなって、だからもう抹茶を食べたいからもう動くと思って、おおっていう感じです。はい。なんか今回購入品ちょっと清水さんやってほしいんですけどって言ったんですけど、うん、どうでした？そう、でも私最近ほんまにもう物欲がなくて、はい、買ったはいいものの紹介できるものあるかなと思ったけど、なんかいざ買ったものをリストアップしてこれ紹介したいってなった時に、お、熱く語れてよかった。なんかでも結構なんかモノトーンな感じですよね。うん、そうやな、もや白黒ばっかり。なんか普段の清水さんのコーデからは想像つきにくいような感じ。でもやっぱそのポンポンが好きとか、そうそうそう、やっぱでもこだわりはあるじゃないですか。ベロワーが良かったとか、うん、なんかそういうのは清水さんらしいなって思いました。こんな感じですかね。そうですね、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方ははい、いいねやチャンネル登録、あとコメントもどしどしお待ちしております。あとこんな企画やってくださいとかもあったら欲しいです。うん、勝手に募集、いや欲しいです。切実、切実に欲しいです。お待ちしております。はい、はい、じゃあ次回の動画もお楽しみに、はい、ありがとうございました。